話は簡単である。邪魔者を消せばいいわけである。呼んだ誰？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで体育倉庫、体育倉庫とはどこかわからんけど、とりあえずあれやんね、外でよ。体育倉庫、あ、これ体育倉庫ソシアルクラブ、何その名前、ちょっとよくわからんけど行こう。行くですねー。なんか左の方やったよね。左の方、これ一枚一枚違うやんね、デザイン。待って、どの辺、マジでわからないんですが。あ、一応多分こっちで、え、ここの裏、え、違うやん、一本道間違えとるやん。あ、ここか、ここ入っていけばいいんやね。いろんなものを拾いつつ、ん、あ、これか、あ、ほらほらほら、ソシアルクラブって書いてる。どうすればいいんやろ、こいつじゃないよね。はい。あ、ここか。オープン。ミッションスタート。学園マフィアの構成員をすべて倒そう。ここが体育倉庫か。へえ、いいじゃない。めっちゃなんかスポットライトが。なんか踊りたくなってくるね。あ、クラブみたいな感じやん。どんな体育倉庫？え、てか体育倉庫ソシアルクラブ。体育倉庫。学園マフィアの名所だ。やばいね。ちょっと待って、変身するわ。殴らないで。殴らないで。はい、来たよ。もう早速セットしとるけんね。まあ、まだね、パワーはね、武器が集まってないけん、弱いかもしれんけど、とりあえず頑張っていくわ。待って、ポーズ。当然さ。決まったね。ちょ、待って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 。えい。これか。ほら。おぉ。え、曲がった曲がった。ね、攻撃がさ、このなんか、弾みたいなのがさ、ちゃんと相手を追いかけてびっくりした。目の前におった。気づいてなかった。ちゃんと相手を追いかけていくんやけど、すごくない？こっちは？あ、3方向に出るよ、これ。待って、近い近い近い。いけ。おぉ、すげえ。いいっすね、いいっすね。あれ？ちょっと待って。学園マフィアどこ？上か？アイテムもちゃんと拾って。そこだ！そこだ！おー、すげえやん。すげえのは逃がさんぞか。私でも、味方でもなく、味方は味方やけど、味方の怨霊か。逃がさんぞ、強すぎ。あ、新しくセットしたんや、皆さんと。いいね。ちょ、待って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 。いやー、当然さ。当然さ。ちょ、待って。ジャンプで行きたかったんだけど、ジャンプできんかったわ。やめてよー。お、すごい。なんか、何個も撃っとったら、それもポワ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 って。相手に寄っていってくれる。水っぽい感じで炎の技を使うというね。ノースの部屋だ。この先とは一体どこなのだろうか。とりあえず全員倒したっぽいね。ここまで来ちまったね。おい、ネラ、そんな顔すんなって。何これ、アイテムコイン探し。違ったわ。俺も一緒にやってやるから。どこどこどこ。いい加減しつけよ。この上、上からこんかったっけ。ね、奥に進もうってどこ。奥に進もうってどこ。ステージ、あ、こっちや。この矢印、親切やね。ありがとう。ありがたい。おい、君。三つまたぎのずちかに会いたい。三つまたぎ取り継いでくれないか。なるほど。生徒会長、一体何の用だ。一応生徒会長にはちょっとびくっと。ノーズは忙しいんだ。いくら生徒会長の頼みでも。勘違いするな。え？これは頼みではない、命令だ。一応生徒会長の方が上な、そういう立場はあるの。なんか来たよ。あれ、何あれ、帽子かぶっとん。先輩、フードか。いいじゃないですか、
ノーズに生徒会長が会いに来た。それはそれで吐くつくっしょ。けどよ、昔からさ、漫画とかで読みよっても思いよったんやけど、吐くつくってどういう意味なんやろっていうのをなんかめっちゃずっと思いよった。ノーズが一番嫌いなやつ、なんでしたっけ。先輩みたいに空気の読めない雑魚っしょ。危ないやつだね。この子も強い感じ。しかも後輩なのに。さあ奥へどうぞ。ボスのノーズはこの先にいる感じっす。幹部ってことかな、これで。すまないな。生徒会長のお役に立てて光栄っすよ。フードの頭に缶バッチつけとるこの子。よし、行くぞ。ゴーゴー。ね、その人、お子さんでいいんかな。急激に飛んだ。何？飛び箱燃やしよら？燃やしよるわけじゃないんか。誰かと思えば生徒会長、それに噂に聞く YSP クラブの皆様か。これ三つまたぎのづちか。あれがなんか住所とかに出てきそうじゃない？違う、そんなことないかな。あれ、裏切り者のメラ君も一緒だったんだね。金に困って今度はこいつらに雇われたのかな。あれかな。あの、何やった？シャドウサイドのミッチーと同じ声？ちゃんと。おい、待てよ！なんか、ぽい気もするけど。もう100円じゃ動かないぞ！おい！しつこいぞ！学園マフィアのボスの前でもそのギャグを言う。学園マフィアのボス、三つまたぎのづちかだな。ああ、そうだが。わざわざ確認が必要なことか。なんかこういうかっこよさげな話し方をされたらね、ミッチーとのなんかこう比較ができんのよね。で、生徒会長は何のようだ。単刀直入に言おう。君たち学園マフィアに、わすごい慎重さ、私の味方になってもらいたい。あとなんか横に並べてもラント君2人分ぐらい入りそう。めっちゃ硬いやん。お前は俺に関する予備知識もなしにここに来たのか。俺は誰にもひざまつかない。俺が従うのは俺のみだ。弱肉強食。何？弱い者は強い者に従う。変身してしまえばいいんじゃない？変身して叩かれば。ほう。全然なんか。お前が俺より強いとでも言いたいのか。試してみるか。こっちも変身できたりとかする？いいだろ。ただの生身の人間かな。その挑発。乗ってやろうじゃないか。じゃあラント君に勝てるわけないやん。さあ、始めようか。ね、ただの殴り合いとかなら。あ、来たよ来たよ来たよ。三つまたぎの土か。普通にほら生見れて戦うやん。いや、こっちも最初はそうか。気をつけろ。いや、キュービー、キュービーだけはなんか最初から、いや私もか。口先だけではないと思う。変身しているけど面白い。おらおら、どうした。ほらほら、来たら怪我するぜ。燃やすぞ燃やすぞ。何それ、ちょっとマインドトラベル。マインドトラベル、あんまり効果はよく分かっていない私。あー、変身が溶けてしまった。殴る殴る殴る。普通に殴るとかでそんな効くかって感じやけど。いやー気持ち悪い。味方ながら気持ち悪い。え、トグロス一瞬で消えたね。なんかすごい前の力だ。大勢で一人をボコボコにしよる。変身。嫌な感じだな。はい、来たよ変身。さ、なんかこの場所にこのミラーボール合ってるよね。ガウガウガウ。マインドトラベル。これが一体どういう効果があるのかちょっといまいちよく分かってないけど、まあでも攻撃魔法ではないね。一応あのこのブルームーン専用のメダルみたいな感じやったけん装備している。妖撃破。
マインドトラベル。これって何回もかけて意味あるんかな。そこもちょっとよくわからないけど。これはどう？効果なしとかやったらどうしよう。陽気なパーム。そこだ。待って、今のはキュービが燃えていたのでは。ほら。ほら。よっしゃー。あの応援、確実にマフィア側の応援にしか思えないです。この俺が遅れを取るなと。レベルアップ。そんなとこったらなんか危なそうじゃない。話を聞いてもらうぞ。あ、でもこれ何、マットさあ、話を聞く気になってくれたいいだろう、聞こうじゃないか。学園マフィア、いわばならず者の集団。そんな者どもを味方にしたい理由をな。とりあえず力が必要ないね。理由次第では考えなくもない。さすがボス気質。戦いに負けた後もこの態度とは。すごい上だよね。まあでも少しは話の分かる人間みたいだね。え、なに？これはウォッチ？なに、どこから飛んできた？誰？敵側？これ、もしかして。なに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 、なんか起きよる。どうなってやがる、これまでみたいな凶暴化か。そういうこと？え、ウォッチじゃないのあれ。ほら、なんか変身。うわ、ミッチーや。おお、待てよ。ミッチーみたいな感じになった。あれって変身じゃねえの？ねえ、変身よね、あれ。ヒーロータイプの新キャラ？ね、敵になったんじゃないのこれ。ちょっと、何が起こったの？なんかそんな気がするよ、雰囲気的に。うわぁ、理性もなくなった感じか。え、戦い？もしや。三つまたぎのずちかに変身能力が。いや、今ウォッチが飛んできたの見えなかったの？それに、あのウォッチのようなものを。見えとった、見たこともないタイプだ。あ、意識あったわ。なぜこうなった？俺の体はどうなったんだ。変身したよ。だが一つだけ言えることは、目の前の奴らを無性にぶちのめしたい。その欲望に逆らう理由は特にないということだ。話を聞いてくれるんじゃなかった。エイリアンどものマインドコントロールか。お前たち奴を無力化させるぞ。無力か？どうやって？俺の真っ赤に燃える鰹節をお見舞いしてやるぜ。拳じゃないの？それを言うなら拳でしょよかった、取った。一瞬何かなって考えた。ちょっとわあ、ほら肩のとこパクパクしよる。三つ股の土屋美味しいぜ。全然入ってくれてなかった。魔法陣の中に獲物を仕留める。食べられるのは遠慮したいね。おっ、えい。クロックで自分がどこに行ったのかもよくわからん。この一個ずつのやつやったら連続で撃てるんよね。いけい。これはどう？爆エイか。陽気だな。あ、変身が解けてしまった。どこに？いた。ザ・バイパーっていう。今名前をチェックしてる私。どこにいる？見えづらい。なんか飛んできた？今なんか飛んできたアイテムで回復したような気がしなくもない。よくわからない。ヒリオンよね。まあ、ちょ、ヒリオン。あまりにもスンと立っとるけん何も聞いてないんかと思って。いやー、吹っ飛ばされたけど、とりあえず攻撃をめっちゃ受けたから変身が早まったぜ。イエーイ、変身。この神秘的な感じ好き。曲、はい、来たー。本軍に諦めや。普通に打ち寄るだけでも結構効いている。学園派妖撃派めっちゃ近づかんかったら使ってる自分でセットしておきながらちょっとしたもん。あ、どこにおるんかと思った。めっちゃ目の前。変身した時間超減らせる体力。
学院派。今日今の当たってないんだ多分。あれ？そこだ。出てなかった陽気なパーン。ほら。なんか手裏剣みたいなの取って。おっしゃー。負けるだ。ミストシャドウかさっきの。あ待って。道具も拾いたいけどポーズも取りたい。イエーイみんなレベルアップ。どうして突然変身したんだろう。アイテムかと思ったら違った。しかもあれ。ここなんかねごちゃごちゃしすぎてよくわからない。そのようにエイリアンモッチも違う。邪悪な感じのモッチやった。俺は一体どうしちまったんだ。お、正気に戻った？君はおそらく何者かに強制変身させられ精神を支配された。どこから飛ばしてきたん？すごいコントロール能力だね。なんだろう。アンパンマン新しい顔よ的な感じ。確かにお前たちと戦いたくてうずうずしたあれがコントロールもすごいと思ったけど。ノーズ、君には全てを知った上で我々に協力をしてもらいたい。これから私が話すことをしっかりと聞いてほしい。あのモッチはどうなったん？変身かけたけど。こいつ投げたのもしかして。お前はもしかして宇宙人側の人間なんじゃないんこいつ。ちょうどあっちの方向から来たし。千秋。あの人、さっきの。女の子。せっかく僕のおもちゃを貸してあげたっていうのに。男かな？僕っ子？さっきの俺に怒ったことは、お前の仕業か。やっぱこいつか。怒らないでよ、ノーズ。ボスである君が、どこまで戦えるのかちょっと見たくなってさ。ま、期待外れだったけどね。こっちの方が強いんかな？影の支配者的な。蛇山千秋。なになに？メラ君、知ってるの？マフィアではノーズの付き人のような存在だと思っていたが。もう学園マフィアの下で働きよったんやんけん。ちょっと違うかな。なぜ僕がギラギラした目をしてやってきた君たちをここまで引き入れたかわかる？ちょっと試してみたかったってこと。さっきのモッチを。学園マフィアの権力にビビって最近じゃ誰もノーズに逆らわないっしょ。それってつまんないわけ。君たちの目を見てすぐに分かったっしょ。こいつらならやってくれるって。別にあいつらの味方ってわけでもないんか。期待通り僕の目に狂いはなかったっしょ。お前が学園マフィアの裏のボスとでも言いたいのか。なんかそんな感じじゃない？はあ、違う。僕はただ、ノーズのお友達ってだけ。そういえば、さっき面白いこと言ってたね。学園マフィアを味方にする？そう、力が必要なの。それって、エイリアンを倒すために。子猫が虎を従えるみたいなもんっしょ。どう考えても無理っしょ。でも見たやろ、今の戦闘。なに？やっつけたよ。どちらが子猫か確かめてみるか。なに？また戦闘？ノーズの次は僕が相手しちゃう感じね。マジか。君は変身しないんでしょ？僕らは本当は話し合いに来ただけで。無駄だ。話の通用する相手じゃない。そもそもマフィアと話し合いとか無理だよ。さすが生徒会長。そういうところはらしい感じっしょ。では始めるとするか。生身の状態で。あ、一応ちゃんと学ラン来とんやね、あの子。あ、そうだ。これ、僕のだ。あ、変身するの？返してもらう感じで。マジか、変身して。何？戦う。じゃあ、もしかしてあいつも。変身！うわぁ、変身する。でもさっきまでとちょっとなんか違う。何？ギター弾きよるよ。てか敵の変身シーンまで見、え？スカイスネーカー。なんかこいつ味方になるんじゃない？ならんのかな？てか同じウォッチで変身してこんな別物になるん？ヘビはヘビやけどさ。確実にこっちの方かっこいいやん。何自分の方がかっこいい感じ？え、ちょっとびっくりなんやけど。激しいビートが。激しいビートじゃねえわ。どこにおるの？奴は音で攻撃するタイプのようだ。演奏を封じなくて、不利な状況のな。演奏を封じるって何？どうやって封じるん？で、誰かなんか、お亡くなり、召されよるけど。
めっちゃ歌よりやん、なんかねえめっちゃ歌よりやん、なんか知らんけどこんな近距離で魔法使うことってある？普通魔法ってなんか長距離攻撃っていうイメージだけどね、持ってこなくていいから今の絶対聞いてない。てかどこにおるんか見えんのですけど、もうちょっと近づけばよかったのか。スイーツ研究会員ここでやってみた。あ、これもしかしてほら回復やったね。そんなに体力減っとったかどうかもちょっとよく分かってないけど、よいしょ。でも結構なんか楽勝な感じでやってるような気がするね。ほらイエーイ、やったやん。お前は何者なんだ？俺の名はジバジンペイ、無類の熟女好き。自己紹介どこじゃない。今度こそ話を聞いてもらう。なぜそういう紹介？エイリアンどもについてな。エイリアンだと。何？エイリアンについては知らないの？大人の図画工作、大人の塗り絵とかもあるよね。ちょっと楽しそうって思える。味方になりそうじゃない？これは。我々はこうして、あいつらと戦ってきたんだ。あ、もうあれ、カクカクシカジカって感じでまとめて話した。マジかよ。そんなことが。あ、もう全然知らんのやね。うん。たく。そういうこと。ほら、なんか、楽しそうって言って味方になってくれそう。な気がする。だってさっきの変身シーン、なんかがっつり見せられたし。何それ、入れ墨？え？鱗？生えとるわけじゃないよね。君はあいつらに何をされた？え、改造人間なの？宇宙人は僕の敵だ。僕はこの体のせいで、共通の敵なわけだ。失った。話してくれないか？君に何が起こったのか？ノーズ以外、誰にも話さなかったけど、君になら話していいかもね。うん、味方になったっぽい。なんか、僕は小学生の頃から、仲間たちとバンド活動をやっていた。小学生の頃からかっこいいな。毎日ストリートで弾いて。え、小学生で？いつかはプロデビューみたいな夢もあったし。小学生からやけん、まあ、高校生、中学生ぐらいかな。え、でもストリートすげえな。だけどある日、ストリートでの演奏の帰り道、僕らにとんでもないことが起こった。それは、ノーズも関係あるの？エイリアン。そこは別に関係なく。突然現れた UFO に連れ去られ、僕らは、奴らの実験の道具にされた。その結果が、この体っすよ。ひどい。人間じゃありえないくらい。僕らっていうのは、そのバンドのメンバーってことか。まるで蛇みたいに体が柔らかくなってた。マジで？すげえ。そのおかげで拘束具をすり抜けて、なんとか脱出に成功したんだ。蛇と合体させられた感じ。僕は仲間を助けようと、UFO の中を必死に探し回った。でも、あとのメンバー、ようやく見つけたみんなは、何これ、もう人の形をしていなかった。ゴキブリやん。怖い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 。仲間たちの変わり果てた姿に、僕の胸は張り裂けそうだった。みんなは、他の生物と融合した。不気味なキメラにされてしまったんだ。なんでそんなとこと合成させようとした？あれは何？トカゲか何かかな？僕は必死に逃げた。捕まったら、同じ姿にされてしまうと思った。別に姿までそうする必要はないと思う。あんな風になるくらいなら死んだ方がマシだと死を覚悟して、つけてくれるだけならまだいいけど。UFO から飛び降りたんだ。え、なんかそんな感じのなかった？そのウォッチはワンピースやっけ？ハガレンか？いや、キメライコールハガレンのイメージはあるんやけど、逃げる途中で偶然拾って、ね、人間の姿でなんかその動物の能力みたいな武器になりそうなものがなかったから、これで奴らを殴りながら逃げた。ん？何？ギターのこと？けどまさか変身できるとは思っても見なかったけど ね。そして植え付けられた蛇の遺伝子のせいで僕は死ねなかった。え、なになに？ヘビって、不老不死？気を失って倒れていたところかどうかわからんけど、ノーズに助けられたんだ。え、不死身なの？ヘビって。あの日から僕は、ノーズにくっついて行動するようになったっしょ。僕とノーズは、お互いのない部分を補って生きていくようになった。これは強力な味方だな。でも、僕の体に残った傷跡は、僕を普通の生活に戻してくれなかった。何より、あんなん着替えとかもできんやん。痛々しい目で僕を見る親から、少しでも遠くへ、離れたかったんだ。あ、まあ、でも学園マフィアでおる限りは別に普通に体育の授業出たりとかしてか。家を出たかったのは俺もだ。そんな時に
この学園の案内を見つけた。それはもう最初から学園マフィアとしてここに入るとか、血の滲むような努力をしてゼロからやり直すためにここに来た。真面目に勉強して入ったんかな、最初は。苦労したんじゃねえ。だが、もともと歪んでた俺たちは、こんなやり方でしか人と繋がれなかった。はあ、悲しい人だな。それで、学園マフィアを。君が、私と同じ境遇だったとはな。ならば、改めて君たちにお願いしたい。ノーズが家を出たかった理由は？普通に反抗？宇宙人の脅威に対抗するため、我々には、強大な力が必要だ。もしかして言ったかな？私が聞き逃した？君たちの率いる学園マフィアに我ら生徒会への協力を要請する。わかった。いいよね、ノーズ。なんか思った以上にあれやね、シリアスな展開やったね。ああ、面白そうってついてくるかと思ったけど違ったわ。僕ら学園マフィアは君たち生徒会に協力するっしょ。おー、いいね。感謝する。千秋、めっちゃでかい味方が増えたよ。俺はここに残ろうと思う。いいか。千秋が一緒に行動するってことね。まあ戦えるしね。変身もできるし。マフィアのボスは何かと忙しいからね。じゃあとりあえず僕がついてく感じで。マフィアのボスって何しようんやろ。悪さ。ヘビ山千秋が仲間になった。やった、増えた。でも学園マフィアの求人ボード？な、生徒勝手に入れても大丈夫な感じなんすかそれ。どんどんメンバー入れてくよ。なになに？あ、メダルか。Y メダル、学園マフィアの暗躍を手に入れた。お、メダル出てきた。学園マフィアも七不思議だったの？どれだけ不思議があるのよ、この学園。これはもうすでに次の七不思議が始まっとるってこと？だって前回の七不思議全部トワイライトセブン？クリアしてメダル入れたんよね。ダークでメダルがヒーローの加入に。じゃあ、あと6つ何かあるの？マフィアとの共闘！テンション上がろー！心配したよ。またうちのゴリラくんがマフィアに戻るんじゃないかってね。ゴリラくん。ああ。そんなヤバな。うるせえよバカ。お前みたいなすかしたナンパ野郎を野放しにはできねえんだよ。ほんと、メラ先輩とキュービ先輩っていい友達って感じですよね。すごい正反対な感じよね。友達じゃねえ。でも似とる。友達。なんだよ、千秋先輩とノーズも友達同士じゃんか。ノーズは先輩ではないの？なんか千秋には先輩付けやけど。俺たちはお互いを利用するパートナーだと決めているだけだ。その通り。一緒にいると何かと便利らしい。友達と思ったことなど。だからそれが友達ってことなんだよ。友達でいいじゃないか、ね、友達ってさ、理由もなく一緒にいたいもんだし、今まで一緒にいて助け合ってきたんならそれは友達ってことだろ。ポジティブな考え方。バンドやる？え、まさかの？何？何担当？やらねえ。やらんのか。これのどこが友達？まあ同じことするだけじゃないけんね、友達。報告は以上です、マゼラ様。え、急激な、誰？普通に私は、確かに私は、コストを気にしつつ地球侵略を遂行せよとは言った。これが、なんか、向こうのボス？しかし、少しばかりスケジュールが遅れすぎているようである。一瞬、隅澤先生正体これなんかと思ったわ。そうなんですよ。地球人自身の悪を増幅して、自滅させちゃおうって思ってたんですけど、邪魔者のせいでちょっぴり予定が狂っちゃいました。資料は閲覧した。地球人が持つ潜在パワーを引き出せる者たちのことであるな。地球人が持つ潜在パワーを、あれ、ウォッチのことならば話は簡単である。邪魔者を消せばいいわけである。それともウォッチを持ってる私呼んだか、マスター。なんかいろいろ、なんか新キャラがいっぱい出てくるんだけど。最強の宇宙妖精ドーベルよ。そなたに一仕事頼みたい。あのドーベルはさ、ドーベルマンってわかるんやけど、このマゼラっていうのは一体何なん？なんかウニョウニョの触覚みたいなの出てるけど、クラゲ。
こやつの下につき、ウルトラマンとかに出てきそう。侵略の障害となる者どもを排除するのである。あ、ここはあれなんやね。なゆちゃんよりも下なんやね、立場。よろしくね、ワンワン。悪いが、マスター。俺は一人でやらせてもらう。あ、一匹狼的な感じ？犬やけど。こんなお嬢ちゃんの下につくのは、ごめんだな。あ？何あんた、喧嘩売ってんの？まあ見た目がこういう感じなだけで、目的さえ遂行すれば、文句はないだろう。まあ中身、どんな感じか知らんけど。では、向かうとしよう。面白い仕事になるといいんだな。次はこいつと戦うってことか、ドーベル。自分が決めた道しか信用しない。相変わらずの完璧主義者だな。何その笑い方。うざ。学園マフィアが力を貸すのはいいっすけど、次はどうすんのか決まってるんすか？もう結構日が暮れてきたね。古星奈優を追い詰めたいところだけど、決定的な証拠はまだないんだろ？ああ。だが、学園マフィアと協力関係を築いたこと。決定的な証拠って何？目の前で中身出てきたやん。やつらも、外見解体のような強硬手段は取れなくなったはずだ。一歩間違えれば、学園ポリスと学園マフィアの全面戦争だからな。うわぁ、やば。あちらさんも望んじゃいねえだろ。じゃあ今は、奴らの動向に注意して、黙っとくしかない感じ？それつまんなくね？やっぱ面白さが必要ないよね。黙って待つつもりはない。来たるべき決戦に備えて、力を蓄えるべきだろ。うん、まあそれはね、強化はしていかねば。なんか話し合いに参加できてない？でもメラはあっち側にいるのね。全然わかんねえ。大丈夫なん？ちょ、すげえバカにしとるけど、私。大人な雰囲気全開って感じだね。まあ、先輩たちやけんね。千秋くんにヒーロー姿をじっくり見せてもらおうと思ったのにな。無駄に変身させるなよ。私なんでこっち側なの？ちょっと納得できないんですけど。年齢的なものじゃない？みんな揃ってる？なんかエンラ先生めっちゃ久々な気がする。最近出てこないっすね。エンラ先生！キュービーまで。あなたが蛇山千秋くんね。これからよろしく。期待してるわ。ねえ、ニューヒーロー登場やし。シッス。まあ僕は、エイリアンをぶっ潰せればそれでいいんで。今日はどうしたんですか？あなたたちに、新たな七不思議の解決を依頼しに来たのよ。もうすでに一個は解決したってことよね。違う？それって、Y チャンネルでも話題になってる、アメージングセブンですか？なんなん、また新たな呼び方。ええ。そうよ。もう七不思議じゃなくない？だってこれで、21個あるってことやろう。学園マフィアのミステリアルメダルが入手済みだ。残り6つね。ほら、残り6つ。学園の新たなる謎、来たー！ふーおーし、速攻で解決して、エンラ先生になでなでしてもらうぞー！来たね、来たね。何？じゃあ僕はエンラ先生と1日デートだ！張り合うな。やっぱりお前はそっち側じゃない。あ、ずれた！じゃあ俺は赤い天気よりをエンラ先生。ならば手作り弁当だ。ラジオ体操。え、ラジオ体操？耳掃除。アーマースープレックス。攻撃になってるやん。最後の方何？何を言ってるのかわからないよ。何も羨ましくないやろ。エンナ先生のために。あ、これを初めて見たんだ。そういえば心配になってきたっしょ。でも強さはね、ちゃんと見た通りやけんね。行くぞ。望むところだ、アメージングセブン。ふぅ。また七不思議的なやつか。謎の多い学園だね。ところで。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、まあ、学園七不思議、トワイライトセブンに続いて、次アメージングセブンを解決していこうじゃないか。残り6個よね。頑張ろう。